はい、ええきたいいと思ます今日は第11節ということで8月の12日になりますか水曜日ですけれどもアウェーにおきましてザスパクサツグンマビファーレ長崎とのゲームになりました長崎今首位ということでええまあ上位とのね対決になったわけですけれども結果は1対3で敗れております。 うんいや、なかなか本当に、うん、こう勝ち点を積み上げられない、えー、時期が続いてちょっと、えー、精神的にもきついところはありますけれどもまあでも、本当ねちょっと失点が多いのがやっぱり気になるなというところがあります。前半、えー、2点取られて えー、0 2で折り返しでその後ですね、えー、後半も、えー、もう後半、えー、もう間もなく90分になろうかというところで、えー、田中選手のヘッドで、えー、1点は返したんですがでまだちょっと時間はね、えー、アディショナルタイムも含めて、えー、残っていたので、えー、そこで、まあ、追いついて。 で,まあ、できれば逆転してっていうところを期待はしたんですけれども逆に1点取られましてで1対3という形になりました。うんえー、なんか、まあ、感想というか、まあ、試合の中を、えー、見てて思ったのが、うん、なんかそのプレーの一つ一つの差というか。 うん、やっぱり長崎の,その攻撃の時はすごくこう守ってる側として嫌なところ嫌なところにボールが出たりとか、えー、嫌なところに選手が走り込んでたりとかそういうのがあったかなというふうに思います。で、えー、とザスプも決してそのボールが回ってなかったわけではないと思いますし、うん、いいところにも、えー、入る場面というのは あったんですけれども、でもなかなかこう効果的にゴールに近づくっていうことができなかったのかななんていう風には、えー、感じてます。やっぱりサッカーっていうそのスポーツは、えー、ゴールマウスの中にまあ、ボールを入れることによってその得点に、えー、なっていくので、でそれがま目的というか、えー、まあ、やっぱりゴールを奪ってで相手よりも えー、数多くのゴールを奪って勝つっていうことが、えーまあ、最終的な目標とかあーゲームを組み立てる上での、うん、大事なポイントになってくるわけですけど、まあ、それが単純に、うん、あの相手が嫌なことを嫌なところにボール出してでゴールを奪うためにサッカーをしてたのが長崎で。でうちちの場合はちょっと そこまで、えー、手が足らなかったかなというふうな、うん、思いはありますうんなかなか厳しいですねうん本当に結果が出なくて、えー、僕もそうですしサポーターの皆さんもすごく、うん、残念な気持ちだったりとか、うん、苦しい えー、気持ちになってるんじゃないかななんていうふうには思ってるんですけどでも本当に、あのー、反省はしてもね、えー、引きずらないというかうんまあ何回も言いますけどその下を向いてたりとかあとなんだろうなその叩くことは簡単なんですよね。なんだけどそうじゃなくて。 うん、やっぱり後押しをしてあげたいなっていうふうに思いますし今こういうね厳しい状況、はい、11節終わって、えー、2勝9敗っていう、えー、ことで勝ち点6ででまあ22位、えー、一番下にまあランクされてるわけですけど、うん、そういうきつい状況苦しい状況だからこそ後押しをなんかしてあげたいなっていうふうに思うし。 うんえーまあ、そこはね、僕勝敗関係ないんですよ、えー、勝とうが負けようが、うん、ザスパのことが好きで,で、それは皆さんも一緒だと思うんですけどねで、後押ししていきたいな、応援していきたいなっていうふうに思ってますんで、うんあのー、でね今日本当にそういう意味では、まあ、田中選手のゴールであったりとか、あそこからね、左から高橋選手が挙げた クロスも良かったですしでそこに飛び込んでったで相手の前でヘッドを見せてくれた田中選手のゴールっていうものもすごくプラス材料だと思うんですよね。あとやっぱり大前選手が一番僕があのなんだろうなすごく相手にとって嫌なプレーをしてるなっていう印象がありました。うん、えボーーールルを持った時に、にそのゴールに、えー、近づくプレーを、うん えー、大前選手はすごいしてるなっていうふうに感じたので、まあ、そういうところで、まあ、彼自身が大前選手自身が、えー、爆発してそのゴールを取ってくれるっていうことももちろん期待してるんですけどあのすごくチャンスメイクもしてくれてたので、うん、そういうところは何か期待が持ってるかななんていうふうに思います。で真夏のの連戦でですね日、えー、日曜日にゲームがあって でで今日の水曜日にゲームがあってでまた来週、えー、今度日曜日と水曜日にまたゲームがあってっていう風に、えー、どんどんとですねこう続いていきますでその中で体力的にもで今群馬は非常に暑いですし、えー、昨日ですか40度を超えるような、ねえー、気温にもなりましたんで、えー、すごく体力奪われる時期なんですよねでそういういところで 本当に選手たちはきついと思いますでこう中2日とか中3日でこうゲームが、えー、やってきてでその中でリカバリーするのも大変だと思うんですけどでもなるべくね本当に回復してもらってであとは、えー、総力戦だと思いますんでいろんなメンバーを使いながらうんあまたね次の試合、えー、今度こそ。 ホームで勝ち点3取れるように僕も全力で頑張りたいと思いますし日曜日正田所有スタジアム群まで FC 琉球戦になります。はでなんかね「ショースタで初めてみんなで喜び分かち合えるように一生懸命自分自身もやりたいと思いますし選手とか監督コーチももちろんのことながら一生懸命やってますので体調がね 厳まあ熱があるとか咳が出るとかそういった方は厳しいんですがただ大丈夫だよと体も大丈夫だし日曜日空いてるからショースタ行ってみようかなっていう方はぜひ、正座所有スタジアム群馬に足を運びいただいてですねまだ限界大勢の中で声を出して応援したりとかはできませんが。 拍手で盛り上げていただいたりとかあとはそうやって見に来ていただくことっていうのが今まあ厳戒態勢でなかなかその大人数を入れることができないんですけれどもその中でもやっぱりその一枚一枚の皆さんのチケット代だったりとかそういったものがクラブを後押ししますんでぜひ遊びに来てください。はい、で一緒に今度の日曜日曜 えー、喜びを分かち合いましょう、えー、8月の16日になりますね、えー、8月の16日、A、FC 琉球戦が翔太、えー、所有スタジアム群馬でありますので、えー、ぜひ足をお運びいただければと思いますはいということで、えー、ソクボイスをお送りしました悔しいねうん、悔しいけどでもまあ 本当に前を向いてみんなで進んでいきましょう。はい、で今度こそホームでやってくれると思いますし、えー、なんかね、そのホームの、うん、後押しというか、うん、なんかプレッシャーに感じるんじゃなくてホームでのゲームを選手たちには楽しんでほしいななんていうふうに思ってます。はい、でみんなでね、えー、勝ち取りに えー、行く試合だと思いますので、えー、ぜひよろしくお願いしたいと思いますということでソコ、えー、ボイス、えー、第11節アウェイの長崎戦の振り返りでしたでは日曜日、えー、ショータョースタジアム群馬でお会いしましょうバイバーイ